ダイハツは2024年4月19日、認証不正問題に関して、国土交通省の立ち会い試験などを行った結果、3車種について道路運送車両法の基準に適合していることが確認されたため、出荷停止を解除すると公表された。これでようやく、現行生産車の出荷停止が全面的に解除となった。となれば、新型ムーブの発売はどうなる？ダイハツは2023年12月20日、第三者委員会の調査報告を受けて認証不正問題を公表、翌日から国交省の立ち入り検査を受けて、直ちに国内全工場の生産と出荷を停止し、全国のダイハツ車販売店も新車販売を停止した。続いて国交省から是正命令、消費者庁から指導を受け、2024年2月9日に再発防止策を国交省へ提出。2月13日には会長、社長交代を含む経営陣を一新する新体制を発表した。その後、国土交通省により立ち会い試験が始まり、道路運送車両法の基準に適合していることが確認された車種について、順次出荷停止の指示が解除されていった。そして4月19日、国土交通省はムーブキャンバス、ロッキー、HV、ライズ、HV の3車種が道路運送車両法の基準に適合していることが確認され、出荷停止の指示を解除すると公表した。この結果をもって、ダイハツ、トヨタ、マツダ、スバルなどの OEM 供給含む現行生産車における基準適合性の確認が完了し、出荷停止指示が解除された。今後、仕入れ先や販売会社と密に連携しながら、準備ができ次第、順次生産、出荷を再開するという。なお、ムーブキャンバスについては4月23日に出荷再開されるという。2023年7月3日に登場を予定していた新型ムーブ。しかし、衝突試験の不正問題からフルモデルチェンジが延期されている。今回、全車生産再開することになれば、本格的に再開へ向かうことになる。もちろん、現行モデルの生産販売再開が優先されるが、ある程度のめどがつけば、新型モデルも登場させるだろう。振り返ると、2023年5月中旬から新型ムーブの事前案内が始まり、各ディーラーにはパンフレットが配布されていた。当時入手した情報を以下に記しておこう。新型ムーブのラインナップは、これまで標準車とカスタムの2本立てだったが、標準モデルの1本立てとなるものの、標準仕様の L と X に加え、エアロ仕様として G とターボの R's を用意される。グレード体系は、下から L 約129万円、X 142万円、G 約163万円と R's 181万9500円と全4つのグレードをラインアップ 4WD もあり、全車新型プラットフォームドンガが採用となり、先進安全装備のスマートアシスト3が標準装備化。さらにメーカーオプションでブラインドスポットモニター 68,772 円を選ぶことができることになった。 WLTC モード燃費は名モデルが 22.6km/L、 ターボは 21.5km/L とスライドドアで車重が増えているのに現行モデルよりも燃費がアップ。インテリアは 4.2 インチ TFT モニターのほか、10インチのナビ、ドラレコセットで約40万円前後を選ぶこともできる。室内空間は、段差のあった後部座席フロアの中央部分がフラットになったことにより、快適に過ごせるようになった。ディーラー調べ、以上の情報は2023年7月の発売を予定していた時のものなので、当然変わる可能性があるので、参考程度に見ていただきたい。新型ムーブの発売時期は、現在入手している最新情報によれば2024年秋頃と予想している。試験ですが、三菱のリコール隠しの時は数年叩いたくせに、ダイハツは半年でみそぎ終了かよ。何をもってみそが済んだと言えるのか不透明ですね。現行車の衝突安全性の試験をやり直したら全部大丈夫でしたと。そのことについて消費者が納得できるような会見もなく、しれっと静かに再開してしまうんですね。
本来なら新型の認証なんて数年出しちゃダメなんじゃないでしょうか。罰則が弱すぎるから自動車業界不正が続くんじゃないんでしょうか。